今までやってそうでやってなかったので、こういったことにまず参加できたのがすごい嬉しかったですし、何より完成がすごい楽しみになりました。ちょっとだいぶ前になるんであれなんですけど、優しいメンバーはゆきくんまだいけるよって言ってくれるんで、あと1回制服着たいなと思います。匂いが好きでっていうか、いい匂いする人が好きで、女の人はみんないい匂いだと思ってるんですよ。だからなんかその中でもなんか自分の好きな匂いというか、落ち着く匂いがする人とかはすごい惹かれるんですね。なんか実際僕自身こうやっていろんな方と一緒に写真集屋さんは初めてなので、僕のいろんな初めてが詰まっています。なんか今まで見れなかった表情だったり、ポーズだったりとか、すごい詰まった一冊になっていると思うので、この全体感だけじゃなくて細かいところもぜひ見ていただけたら、作っている皆さんも嬉しいと思いますので、見ていただけたらと思います。